日本政府は12月22日、7兆9496億円という前代未聞の2024年度防衛予算案を閣議決定した。まるで SF 化アニメの世界のようなゲームチェンジャーとして注目を集める将来レールガンや、高出力レーザーシステムのほか、高出力マイクロナミ、HPM など最先端技術の研究開発にも継続事業として予算を計上した。今回は、このゲームチェンジャーたちに焦点を当ててみたので、詳しく見ていきましょう。防衛装備庁は、弾道ミサイルなど空からの脅威に対処するため、極超音速で弾丸を連射することを可能とした将来レールガンの研究に236億円を確保した。将来レールガンは、特に、中国や北朝鮮、ロシアが開発する極超音速兵器に対抗する次世代の画期的な迎撃兵器として開発されている。2023年8月末時点の概算要求額は238億円であったが、すでに、世界初のレールガン洋上射撃試験は、海自唯一の試験艦、アスカで実施されていた。次に、防衛装備庁は、来年度予算で、高出力レーザーシステムの研究に関して31億円を計上した。この高出力レーザーシステムは、その名の通り、高出力のレーザービームを高速で動く目標的に照射し、瞬時にダメージを与える装置のことを指す。電源が供給される限り、撃ち続けることができるため、いわゆる弾切れがないことと、迎撃にかかるのは、通常弾に比べても電気代だけである低コストが、大きなメリットとなっている。同庁は、高出力レーザーを、ドローンや迫撃砲弾の撃破のほか、将来的には、ミサイル迎撃装備システムとして研究開発を推し進めているようだ。こちらは、8月末の概算要求額の31億円と変わらなかった。最後に、防衛装備庁は、高出力マイクロ波の研究に関して、26億円を確保することに成功した。近未来的装置とも呼べる高出力マイクロ波を照射して、敵国から飛来してくるドローンなどを無力化する技術研究を続けるとともに、部隊での機能実証を目指し、システム連接機能などを付加する予定である。こちらも、8月末の概算要求額も26億円と同額だった。レーザーやマイクロ波といったエネルギーを目標に照射して破壊する宇宙戦艦ヤマトのような指向性エネルギー兵器 DEW は軍事防衛上コスト面でも大きなメリットがあると言って間違いない。アメリカと韓国を監視するためのシステムとして2023年11月に北朝鮮が軍事偵察衛星万里鏡万里鏡1号の軌道投入に2度の失敗を経て成功を収めた。同年5月に失敗した際は、韓国軍が残骸を回収しており、使用されているセンサーが市販のデジタルカメラだったと報じている。そのセンサーで、高度約500キロの宇宙から撮影すると、中央3から5メートル程度の物体が識別できる程度の解像度と言われていて、昨年12月に打ち上げられた韓国初の偵察衛星どころか、欧米の商用民間衛星にも及ばないだろう。しかし、この万里鏡1号が核戦力との連携が懸念されており、北朝鮮メディアは2023年3月に戦術核弾頭と称する火山31とそれを搭載できるミサイル等を並べた画像を公開した。さらに、北朝鮮軍が模擬核弾頭を乗せたミサイルを標的上空500メートルで爆発させたことを発表している。実際の核弾頭であれば、その爆発威力は第二次世界大戦中に広島で投下された原爆リトルボーイを上回るとも言われている。万が一にでも、あのリトルボーイを上回る威力の核兵器が、第二次大戦の時と同じように高度500メートルで爆発したら、被害範囲は同様の半径2キロ以上となり、それだけ広ければ、目標地点の確認は市販のデジカメ程度の精度で十分ということだろうか。そういうことであれば、物理的に、万里鏡1衛星は、核攻撃システムの一環となる恐れがあり、ミサイル防衛は、ますます重要になってくる。
2023年7月の北朝鮮軍事パレードに登場した火星 12B ミサイルの先端部は、巨大な緑の滑空体の形となっており、マッハ5以上の極超音速で、不規則な軌道を描き、日米間のミサイル防衛をかわして標的を目指すこともできるかもしれない。このような脅威に対抗することも視野に入れて実用化を目指しているのが、無火薬大砲のレールガンである。これは、砲弾を電気エネルギーで、火薬の爆破速度よりも速く打ち出すというものだ。そこで、防衛装備庁が構想しているのが、対空レールガンということだ。対空レールガンは、極超音速かつ不規則に飛ぶミサイルに対して、砲弾を、極超音速で連射、撃墜することを目指しており、すでに、120発の繰り返し、発射にも成功している。昨年8月には、世界初となるレールガンの洋上射撃の成功も収めた。迎撃困難な兵器として、各国が、開発、配備を急ぐ極超音速ミサイルに対して、その迎撃手段としても注目されるレールガンの構図が世界で広がりつつある。果たして、日本の安全保障は、この新たな技術の確立で未来が明けるのでしょうか。防衛装備庁は、昨年の12月5日、電磁気力で物体を打ち出す装置、レールガンの最新資料を公開したことは記憶にも新しいだろう。2023年中に行った連続射撃に関する試験の結果を記載した PDF 資料のほか、11月に同庁が開催したイベント、技術シンポジウム2023のアーカイブ動画も公開しており、レールガンの技術解説や検証が、現在、どのような段階にあるかを詳しく解説している。技術シンポジウム2023で、レールガンの解説をした陸上装備研究所の田原薫元さんによると、これまでのレールガン研究では、単位で、いかに、高所速の弾丸を安定して撃つか、あるいは、砲身の寿命をいかに確保するかなどを検証してきたということだ。しかし、2022年度からは、連射機構や打ち放った弾丸の安定性などに着手するフェーズに突入しているらしい。やはり連続射撃をした際、問題になるのが、弾丸との摩耗などによる砲身レールの損傷や、砲身レールの損傷による初速の低下の2点となっているようだ。過去の研究では、弾丸の初期位置周辺の損傷が非常に激しく、打ち続けるたびに初速が低下する課題が残っていた。そこで、2023年の実験では、レールガンの連続射撃を成功させるため、高所速の弾丸を安定して繰り返し撃つことが可能かどうか検証した。そこで、新たな放電方式や放心レールに新材料を採用した結果、弾丸の初期位置にも、顕著な損傷は発生せず、120発の連続射撃においても、その全てで、初速 2000m/s 以上を達成することに成功させた。防衛装備庁は、レールガンの用途として、2つのシナリオを想定している。一つは、既存の火砲よりも長射程、高威力であることを活かした、極超音速誘導弾への対処である。二つ目は、艦艇または地上目標に対する回避困難な打撃である。これらの兵器による攻撃は、射程が長く、さらに迎撃困難な場合が多いとされており、レールガンがあれば、攻撃に対する抑止効果を期待できるのだ。前としたように、装備庁は、8月に、世界初の洋上射撃試験を成功させたほか、10月には、弾丸の飛翔安定試験も実施済みである。現在、これらの検証結果を分析中であり、今後も、さらなる研究に取り組もうとしているところだ。昨年の技術シンポジウムでは、日本のレールガン研究の位置づけについても言及しており、同庁は、米国や欧州と技術者同士の情報交換を実施しているが、それらの状況について我々からは説明できない立場にある。諸外国の研究レベルに関する回答は差し控えさせていただきたいと回答している。いずれにせよ、今回紹介した近未来的迎撃システムが、日本の未来を救うことになるだろう。